っしゃい、レプテンです。ハコさんです。はい、ミキでございまする。ということで、どういうこと、この3人で行くのはなぜじゃと思ってる方も多いと思うんですが、見てくれてる人はね、エピソード1はね、ネルさんと加えた4人で行動したんですが、3はですね、3じゃない、2は、2はですね、この3人でちょっとやっていこうかなということで、理由はございません。行けないと思いまーす。はい、レッツゴー。ちょっと PS4 の動画撮りたかったんだけど、ミキもいて、俺、ハコさんがいた場合のことを考えて、ちょっとね、まずミキのレベルを1からやり直そうって話になったじゃない。まあ、そうだね。だから、それがあったから、ちょっと間違えた。レベルはまず上げないんだけど。うん。それがあったからさ、ちょっと、はいはい、どうしようかなと思って、どうしようか。そうそうそう。だからさ、前のそのミキが今、使ってるあれ、あんじゃん。うん、ありましたね、ロボットの方、あれをさ、その使わないってなことになるとさ、まあもったいない。まあね、今のやつちょっとなんか言葉がね、そうね、だからちょっとレベルを上げたいなっていうのもあって、ネルさんがまあちょっといない時なんだけど、今日ね、うん、そうだね。だからまあちょっとその3人でやれるのを考えてちょっとやっていこうかなってことで、エピソード1はまあネルさんがいてやっちゃってたから、エピソード1はちょっと姉さんに消えて、エピソード2はやってなかったから、今回の3人だけでちょっとちょこちょこ進めていこうかなっていう、そうそう、という形で、エピソード2の方は、この3人だけで進んでいきたいと思います。はーい、ということなんですね。5月中の動画はですね、この3人だけの絵面がずらっと並びます。はい、はい、許してください。よろしくお願いします。5月のいつだろうな、これ。だから後半までは多分ずっとこれ、ブラッドまで多分ずっとこのまま続くから、まあ仕方ないねってことで、そう、なので皆さんね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、頑張っていきましょう。はい、頑張ります。今ね、エピソード2に関してはマジで初めてだよね、確か行ったことないもんね。初だね。初ですね。ほんとなんか昔ちょっとなんかもしかしたら触れたかもみたいな感じ、うん、あるかもしれない。そのレベルだから、そのレベルだからね、ぶっちゃけね。ということなので、皆さんもね、花が邪魔なんだけど、ちょっと俺だけ別コードしても反対側潰したから、うん、花が邪魔なんだけど、花はね、ハンドガンでやった方がいいですよ。そうか、そうだ、そっちの方が楽よ、もちろん。罠がね、特に人間だから、あなたの場合は。そうね、状態異常かかっちゃうからね。カフデが邪魔なんだよ。花潰しといたけど、あ、いや、ちょっとごめん、こいつね、うん、ゆうやっちゃいなよ。まあレベル上げも兼ねてっていうことでね、レベル上げと世界観を知ることが大事。そうそう、うん、まあ、ミキに関してはまず世界観を知るっていうのはやっぱ一番でかいってところだから、うん、あれすげえ食らうんだけどね。すごい食らう、すごい 無限だね。うん、2回か3回ぐらい打つと壊れるから。壊れるな、あれ。じゃあ壊しとく、うん、壊した。3回で壊れるな。何も関係なしで壊れるから。何、よし、行こう行こう。遺跡とかね、それはね、ボタン押すやつ。もう押されてるやつだね。これ結構行動じゃないわ、これ遺跡の、遺跡違う、これなんだっけ、神殿だ、神殿、神殿のステージの、いわゆるなんか神殿のステージってさ、変わるっけ、何が面の、ランダムだったっけ。ほぼほぼ変わらない、変わんないよね。変わったりするの、ランダムによっちゃ。エピソード1はランダムなのよ、構成が。はいはいはい、はい、だから決められた3つのなんかステージ、森でも生き方が何個か違う、うん、あ、確かこの変わったっけ、確か変わんなかった気がするんだけど、神殿そのまんまだと思う。そうそう、神殿、あ、じゃあ神殿は1個覚えとけば迷子になることはない。ね、何度もやっていけばエピソード2は覚えられる。でもね、俺自身ね、あんまりね、エピソード2に行ったことがないんだよ。あまり行かないね。仕方ないね。俺も行かないな。一応何度かは行ったことない。あ、もちろんあるよ。クリアも何度もしたことあるんだけど、ワンの方が多い分ね、覚えきれないんだよ。まあやってる回数が違いますからね。そうそうそう、どんな感じだっけかなみたいなね、はい、感じなんで。わかりますよ。ということで、レベル上げがね、2人ともメインで、はい、ちょっとやってほしいから頑張って。はい。でこっちからね、動画の始めといえばコメントに。お願いし。はい。そうですね。お願いします。いや、今回もね、皆さんいろいろとコメントいただきまして、ありがとうございます。いや、
で、ということでね、はい、動画が投稿されたのがね、もう PSO の気分転換レベル2。はい。じゃあ、レベル、パート2。パート2。だから、動物の 2? 刺激。動物の2。2まで投稿されたのかな。どこまで投稿されたの。ああ、そうだね。今日がシンフォニアだね。そうね。そうね。ということ。シンフォニアでも日付バレるんじゃない。いいんじゃない、それぐらいは。そこら辺は置いとくわ。まあ、ということで、お疲れ様です。僕もハコさんと同じ、哺乳エルを使ってますが、精神力が高くて魔法が強い分、いつもすぐ TP がなくなるんですよね。そうなんですよね。この動画を見て、アンドロイドのトラップって強いなと思いました。毒と麻痺にもならないから、素敵です。コメントいただきました。いつもね、サファイアさんありがとうございます。ありがとうございます。これはね、本当にみんな共感できる話だ。共感できるから、うん、やっぱその魔法使いが分かる話だね。すぐ減るからレベルがね、本当上がるとね、まあ、上がっても結構足らなくなるよね。足らないし、レベルが上がってないのにもかかわらず、うん、いい魔法が出るじゃない、覚えるじゃない、あの消費 TP が増えるのよ、まあね、また増えていくわけだね。そう、それがきついね。無駄に上がっちゃうから。ああ、強いわけだよね。強いのがね、強いことは強いことでいいことなんだけど、逆にそれがね、うん、デメリットになる可能性も、まあ、なんか、まあ、頑張ってレベル上げろって大変なんだけどね。まあ、そうだね。そうそうそう。それがまあ大変なんだって話。それが簡単だったら苦労しないわけなんだ。ね、あの、ゴールドガジェットさんが箱も愛してって、カタカナで書いてある。それなんだろうね。俺もね、アンドロイドのことだと思うんだよ。箱。箱っていうやつも。わかんない。なんだっけな、なんか、何のことだ。すいません、わなかったです。それね、箱さん愛されてんの、ちょっと、携帯でコメントを見たの、携帯でコメント見たの、箱も愛してるって、カタカナで書かれて、箱も愛してって、そう、箱も愛してる、レベルおめでとう、ありがとう、俺、なんか、もうちょっと愛した方がいいな、何か、アンドロイドのことかなと思ったんだ、俺たち、アンドロイドがいる動画って、あんまないんだよね、ないね、いつも人間ばっか使ってるからね、俺もアンドロイドにしてたこと、そういうことじゃないと思う、アンドロイドに、俺もアンドロイドを愛してくれって、出番を。そういうことだね。アンドロイド。まあまあまあ、そんな感じでしょ。パート1の方だね、今の方とかで。またパート1がまた違うの。これもまたサファイアさん。ああ、どうも。スリプセンさん、ハコさん、お疲れ様です。また新たなキャラクター作ったんですね。ミキさんもネルさんも頑張ってください。また楽しく見させてもらいます。そしてまさかこっちで紹介していただけるとは嬉しい限りです。ありがとうございます。コメントをね、以前読んだじゃん。こちらこそだよ。うん。その時のコメント返し。ですね、できる時にはね、やっていくの、我々は。コメントをそのまま、コメント欄で返さずに、ここで読むっていうところね。大事大事。もう本当ね、皆さんあっての動画でございますから、そうです。はい。皆さんのコメントはね、じっくり読ませていただきましたので、じっくりも穴が出るまで、穴がつくまで、穴が開くまでひたすらに、ビシッとやりたいと思います。こちら、コメントの方は本当に動画の時に返したいと。はい、思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、葉月さんかな、リフテンさんがヒューキャストで、ハコさんがフォニューエールで、ミキさんがヒューマル、レイさんがレイキャストかな。ワップが開いた時のカラーはワンコンが、この場合リフさんが赤、はい、で、2コンのハコさんが緑で、3コンのミキさんが黄色、4コンのレイさんが青で固定されます。そう、赤、緑、青ってこう、左のね、図があるんだけど。あ、左目ですね。そうそうそう。これマップで見てると、俺が赤くなってて、ちゃんと緑、黄色になってるから、これ覚えた方がいい。1P、2P、3P とか変えなければいい。これだから。これ、マルチやるんだったら基本的なことではあるから。まあ、そうだね。うん。マルチは覚えてる。まあ、何度もやってるからもう覚えてるけど、ミキは、ミキもちゃんとこれからね。そうだよ。いつも3人だからさ、3人だったら3人どれで覚えられてるんだよ。こんなで4人だったじゃん。ごちゃごちゃってなんだよ。そう、なんかね、うんとれみたいな。だからちょっと大変かもしれないけど覚えていきましょう。了解なわけ。あ、うん、俺は何になってる今ね、グラスアサシンのね、どこって足元を糸にやられて、動けごちゃごちゃやつ。ああ、糸にやられたんだけど。あと、プレールは前に言った通り、メキ度が貫通するのでレベルが上がれば、個人的に一番楽だと思います。終盤には特に感じることなんで、メキドは楽になりすぎるって言われてるから。あ、そんなに一撃殺せる魔法のやつ、運が良ければ一撃殺せるんだけど、高ければ高いほどいいらしい。へえ。あ、トリメイクだ。ゲストだ。すごいね、私。ちょっと待って、マグを育てたいな、私。ということで、
コメントの方、たくさんいただきました。ありがとうございます。皆さんね、これからも、よろしくお願いいたします。お願いします。今回ため撮り結構すると思うんで、またコメントが来た時はその何個か先ぐらいになると思いますが、気長にコメントの方よろしくお願いします。お願いします。あ、そうだ、もう一個まだあったわ。何よ。あのね、バランスの部品ですと、なんと羨ましいとコメントが。ああ、やっぱね。あったのと、スタックカットラリー死ぬほどあるって書いてあった。いや、欲しい。羨ましすぎてさ、コメント読んだ時にさ、返さないでいつもここで返すんだけど、なんじゃと、なんじゃとって書いてあったの。間違えて。なんじゃと、なんじゃと。ああ、書いちまった。まあ、いいかって思った。まあ、それはまた良しだね。そうそうそう。あと、もう一個まだあったな。ウポッツです。転罰中は前方方位、前方、方範囲だよ。うん、前方後輩、後輩だね。後輩、もうちょっと待って、ね、前方後輩200プラス精神分の固定ダメだそうです。はい、属性は一応光っぽいですが、と待ってくれ、精神力だから、なんだって魔法使えないけどね、あの精神分の固定ダメだ、ね、だから魔法2000プラス精神力を上げたレンジャーが一番それが強いやし、攻撃力も高まるんだね。ってことは俺が持ってるマグを渡すだけで威力が上がる。ああ、そういうこと。そんないやらしいことでいいのか。あれ、これどこだっけ。こっちじゃない。あんま覚えてないんだよ、もう。ここなのか、この先、先かということですかね。あとは他のコメントの方がですね、違うやつで、あ、はい、はい、動画で来てるので、まあそれはね、まあまた PSO じゃねえからやめる。痛い、開いて走ってくださいということなんで、アイテム開くとね、アイテム開いてロックがかかんなくなってください。あ、後ろの私に害が。さあ、ということで狙ってないよ。コメント終了。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、じゃあ頑張っていくか。はいよ。後ろですね。えい、そえい、エビ、エビ、糸ボリ、おーい、エビ、カニ、カニ、甲殻類大好き。甲殻類好きよ。俺ね、昨日寿司食いに行ったじゃん。寿司食いね。寿司食いに行ったの。ハボさん、まあ、家族で行ったんだよ。はい。いや、まあ、別にそんなだけなんだけどさ。うん、それだけだ。うん。行ったってだけよ。うん、それが何を求めるんだ、君は。いや、言い始めたのは君だ。言い始めたのは君だ。うまかったって話よ。ああ。ね、はいはい、ロスシーにいたの。ロスシーに、ロスシーだもんね。そう、ロスシーに行ってね、シースーを食ったわけよ。そうだね。そうで、バミだったの。ああ、そうだね、うん、まあロスシー行ってね、シースー以外を食ったらお前なかなかレベル高いぞ。いや、ロスシー以外でも食って、何を食ったの。ティラミス。そのまま言うかい。デザートじゃねえかい。デザートやないかい。痛い。ティラミス食った。テレレレテレー、ティラミス。はい、逃げれねえ。あと何だったかな、フライドポテトが、フライドポテト、あと大トロと、うん、中トロ、中トロ、マグ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 ロだ。マグロ、マグロ、マグロ、マグロ好きだね。マグロ、投票発売中。いやー、すごい気合いのないマグロだな。マジ、何もせん。は、発売中。発売中じゃないか。ちょっと今のいい僕だと思う。急な発売中だったなと思ったでしょ。何もせん。何もせん。上映中とかじゃないんだ。発売中だ、発売中だ。劇場版マグロ。このね、壁ね、5回殴ると壊れる。あ、ごめん、6回だったかも。6回だと思う。うん、5回じゃなかった。誰が5回じゃん。君2回だ。行くぞ。伊藤へ。めっちゃゴリラいる、ゴリラ。ゴリラ大。ゴリラ大祭りや。テッチ。はい。テッチ。はい。テッチ。大ゴリラ大観察。これ今俺が次行っちゃうと死んじゃうから。行くぞ。もうやめとこ。ゴリラ。おお、殺しとくわ。今トラックビジョン取った。当たらない。あ、ハンドガン。よし。セーバー類は強いな。あー、氷置いたのに。ビリビリしてるな。あい。そこだ。ナイス。エビ。ドソルアトマイザーとこ落ちる。いいね。降りていこうぜ。イェイイェイイェイ、降りてこう。このさ、足元さ、ぐちゃぐちゃぐちゃってあんじゃん。うん。アンティで直せないの。直せないね。それ思っちゃったさ。あ、次。やっぱ16分か。最大の氷まで終わりになってるわ。ということで、じゃあ皆さんね、今回はコメント読みとともにね、いろいろやってみて、まあ次はね、めちゃくちゃフリーで自由にいろいろやっていきたいと思いますので、よろしく！よろしく！よろしく！